ブマイナス1200はソビート連邦が開発した対戦迫撃砲。ロケット弾とされた爆雷を投射するもので対戦攻撃式装置とともに裏眼システムを構成する。ブマイナス1200は新世代の対戦前投げ兵器として1950年代後半に開発された。発射機は合計2 5 0トル。 長さ1.4メートルの方針を5本束ねたもので、深く51度までの浮行が可能だが、旋回はできない。最装填は人力である。ロケット爆雷は、重量70キログラム、作薬量34キログラムで、機外半径は6メートル。最大射程は1450メートル。高連装発射機から発射された場合、爆雷は70150メートルに拡散して着弾する。 なお、後に中国は、弾体重量 40kg、作薬量 3kg まで軽量化する一方、射程を2000メートルまで延伸したものを開発した。部 -1200 は、1950年代から1960年代にかけて、ソビエト海軍の多くの艦艇に搭載されたほか、多くの同盟国に輸出されて使用された。また、後に -6000 など、西側で、 部シリーズとして知られる多くの発達、派生型の元となった。なお、番号が近い部マイナスセンスメール値3は、大型艦が近距離での自衛射撃に使用するものとして開発された、高度に自動化された対戦ロケットシステムであり、本機の系譜に連なってはいるものの、ほとんど別物の兵器である。ありがとうございます。